恥ずかしいと思うから恥ずかしいんだ。信徒を滅却すれば火もまた吸うし。放課後を覗き見したい子を選ぶのです。この子でいいですか。よし、完成っと。なかなかの出来ね。わー、そのお弁当すっごく美味しそうだね。でしょでしょ。これって誰かと一緒に食べるの？3人前くらいあるけど。一人で食べますが、何か？え、こんなにたくさん？ジュリちゃんってもしかして大食いアイドル？違う！アイドルは体力が大事なの。いっぱい食べないとダメなのよ。それじゃあジュリちゃんって毎日これくらい食べてるんだ。そうだけど。いいなぁ、こんなに食べても太らないなんて体質なのかな。まあね。なわけねえだろ。栄養と食材に超気を使ってちゃんと太らないものを選んでるのよ。アイドルは体型を維持するのも仕事のうちなんだからね。毎日何も考えずに好きなものを食べてるあなたたちとは違うの。じーん？何？お弁当食べたいの？うん、一口だけ。ダメ、ひなたちゃんにはあげないようだ。お願い、ゆりちゃんに分けてもらったチョコをお返しにあげるから。え、ゆりちゃんに？卵焼きと交換なら。ありがとう。
れながらお姉さまのことになると弱いわね。いい子ちゃんのこと完全に調子づかせちゃったじゃない。この卵焼きすっごく美味しいね。当然でしょ、ジュリちゃんが作ったんだから。まあいっか、ジュリちゃん弁当の美味しさを思い知らせることはできたみたいだし、放課後を覗き見したい子を選ぶのです。この子でいいですか。ベル、今日は朝ギリギリだったよね。どうかしたの。それがね、今日はいつもより早く起きたつもりだったんだよ。どういうこと。実は目覚ましが壊れてただけで、気づいた頃には遅刻ギリギリで。そう、大変だったのね。ルームメイトの子は何も言わなかったの。その子はいつも朝早起きだから、今日も早く出たのかなって。そうなんだ。じゃあ明日からは私がベルを起こしに行ってあげようか。ひなち、いいの。もちろんだよ。あら、それじゃあ私もお願いしてもいいかしら。ゆりちゃんも。ええ、私早起きって苦手なのよ。ひなたちゃんが起こしてくれたら毎日気持ちよく起きれるかもしれないわ。そうなの？それじゃあ6時過ぎぐらいでいいかな。うん、6時？うん、だいたいいつもそれぐらいに起きてるから。ごめんなさい、ひなたちゃん。やっぱりお気持ちだけにしておくわ。そう？もし必要な時は教えてね。おやすみなさい。今日もジュリちゃんかわいい。この内容でいいの？この感じ大好き。温泉に入ってお肌ツルツル。これでまた頑張れるよ。